はうどん、そうめん、そばが何が一番好きですか？うどん、そうめん、そばですか？はい、中ではそんな感じだ。うどんですかね。やっぱうどんとかって肉入ってた方が美味しいかなって思いますね。辛いもんで。カレーは好きですか？カレーは、カレーうどんとか。ああ、カレーうどんも好きっすね。得意なんですか？得意って、そうなんですか？得意ってちょっといいかな、お前。おい、肉のせて、肉のせてカレーうどん。ああ、じゃあそれでいいんじゃないですか？ねえ、まあ、なんか、あ、それ良さそうっすね。肉のせてカレーうどん。そうですね、もうカレーうどんと肉ポンって乗ってて、卵も温玉がちょっと乗ってたらもう美味しいかなと思いますけどね。そういううどんやったら、うどんでちょっとがっつり試合前にがっつり食って、はい、がっつり応援したいなみたいな感じで、ちょっと量多めみたいな気持ち多めにしましたみたいな、俺があのいっぱい食べたいからみたいな感じで。ナオ君の歌声も入るんですか？ほんまもっと量多いってことですよね。そんなこと大きいですね。めちゃめちゃ顔見えられない。いやいや見てる見てる。その麺にも玉ねぎ練り込んだ。めっちゃうまい。今もあのもう今ピークス。いやうまいっすねこれはほんまに。すごいね、食感が違う。ちょっとオニオンチップのせる。違うだろ。しっかり腰もあって。お前に腰わかるか。うまい。でそれを上にね、あのレンコンとさつまいもチップス。絶対うまいな。これもありっすよね。ちょっとさつまいもだけで。私のあの名産をチップスにしているっていう。センスあるわ、すごい。ナルトのいやこれチップス、チップス上に入れるっていう発想。これなんかあれですね、うん、まあ、これなんか出したやつのメニュー。麺もめちゃめちゃうまいしね、腰やって。細いね、やっぱ腰あるっすよね。で、まあ、上のトッピングが違いましたけど、はい、やっぱりこう何か乗ってる方が美味しかったですし、全部うまいんですけど、マジで俺たちも多分いけると思うんですけど、俺好みは多分レンコンのやつにちょっと乗った方がちょっと、ちょっと見た目もいいんじゃないかと。今回の、コラボグルメはボリューム満点で具材がたっぷり、そして僕好みに作られているのでぜひ食べてください。コラボグルメを食べて最高の応援よろしくお願いします。